川に思いを馳せる。それはどこかふるさとを思う気持ちに似ています。楽しかったあの日、涙を浮かべたあの時、そして大切な人の笑顔、懐かしくも鮮やかな記憶は未来へ向けて歩む私たちの心の糧。さあ、昭和をひも解く旅に出かけましょう。サンスター文化の泉、ラジオで語る昭和の話。この番組はサンスターの提供でお送りします。ご機嫌いかがですか。宮崎美子です。石澤則夫です。さあ宮崎さん、はい、今月は、ね、はい、もう大イベントですよ。そうですね、ワクワクしますね。普段このファンじゃないって人も、はいはい、やっぱり注目するんじゃないですか。そうなんですよね。だって世界的なお祭りですよね、はい、ワールドカップ2022、はい、サッカーですよ。サッカーの季節です、ね、で今日の宮崎さんはなんかもうコテコテのサッカーファンっていう衣装ですね。そうでしょう。昨日買ったんですけどねスポーツショップに行って、うん、これ選手とね同じ素材、同じ作りの、まあ、ユニフォーム、公式のユニフォーム、マレフリカですね。わざわざ買ってきたんですか。はい、この日のために。というかね、うん、なんかお祭りに乗りたいなと思ってそういう性格でした。あ、そうなんですよ意外とね、はい、いやでもね、はい、素敵な色ですね、ブルーの。そうなんですよね、うん、この青一色じゃなくて、うん、濃い青、薄い青、うん、まあ、紺ですね、はい、それに白がさささと入って、何ですかこれ、折り紙。なるほどね。で赤いラインも素敵でしょ、はい、こうちゃんとね、うん、日本ジャパンってこう折りが入っていて、背中も、うん、日の丸が、日の丸背負ってますよ。背負ってます。なるほどね、背負ってるんだね。着心地はどうですか。さらっとしててすごくいいんです。これスポーツする方にもね、うんうん、本当にいい素材なんじゃないですか、うん、で胸にはね、はい、ジャパンヤタガラスね、ね、このヤタガラスっていうのも、うん、昔は知らなかったけど確かちゃんと一般の我々でも認識できるようになりました、うんうん、ですね、うん、ですからやっぱり盛り上がる季節になりますね。そうですね、うん、まあ、ようやくちょっと集まってもいいかなってっていうところもあるし、うん、気をつけて、はい、みんなで応援できて元気になれたらいいなって、なんかちょっとそういうところに乗っかりたいなって気持ちもあります、いろんな選手の活躍もね、そうですね、はい、スターが生まれるのかな、うん、なるほど。というわけで11月20日から12月18日まで、はい、中東の国カタールでワールドカップ2022が、まあ、開かれるわけで、今日はですね、はい、サッカー界のレジェンドをゲストにお迎えいたします元日本代表鎌本さん、鎌本国重さんにお越しいただき、はい、日本が生んだスーパーストライカー鎌本国重が見たサッカーの昭和史というテーマでお送りいたします。レジェンドですもの ね、楽しみです、はい、どうぞ最後までお付き合いください。今日は日本が生んだスーパーストライカー鎌本国重が見たサッカーの昭和史と題してお送りします。ゲストはこの方、サッカー元日本代表で現在は全国各地でサッカー教室を開き、子どもたちにサッカーの魅力を伝えていらっしゃいます鎌本国重さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします今日は大阪からリモートで、うん、はい、はい、参加してくださっています。今子どもたちにサッカーを教えるというふうに紹介したんですけれども、うんうん、その教え子の子どもたちの中には中田英寿さんですとか、先日引退されました中村俊輔さんなどもいらしたんだそうですね、そうなんですよね、後で聞いた話ですけどね、僕は鎌本さんにおでこ叩かれたって言って、ね、ヘディングはここでするんだって言って叩かれましたって言ってね、それから僕はヘディングが嫌いになりましたって言って、それは中田さんですか中村さんですか。中村俊介さんヘディングが嫌いになったと、はい、そうそうです面白い少年の頃の中田英寿さんの印象って何か覚えてらっしゃる方ありますか。非常にサッカーの盛んなところ の、 山梨県の出身だもんだから、子供の頃から非常にサッカーは上手かったですよ。それは僕はこれが中田
ということは分からなかったですけどね、うん、かなり上手な人がたくさんいたというような印象に残ってますね。今その子供たちの時代からそうやってサッカー上手い子たちがたくさんいる時代になった、うん、でもそもそもそういうきっかけを作りになってずっと日本のサッカー界を盛り上げてこられたのが釜本さんということで、うん、もうその昭和の時代からのお話を今日はたっぷりと、はい、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。それでは改めて、この日本サッカー史上最高のストライカーですね、うん、釜本邦成さんのプロフィールからご紹介いたします。釜本邦成さんは昭和19年生まれ、京都のご出身です。小学校の頃は、野球やサッカーをしていた釜本少年ですけれども、高校に入って全国高校サッカー選手権ではチームを準優勝に導きました。早稲田大学入学後、大学リーグでは4年連続得点王に輝き、卒業後はヤンマーディーゼルに入社します。日本サッカーリーグ歴代1位となる通算202得点で得点王7回、アシスト王3回、年間最優秀選手賞を7回受賞するなど、まさに前人未到の成績を残しています。日本代表としては東京オリンピック、メキシコオリンピックに出場。メキシコ大会では7得点を挙げ得点王、日本に銅メダルをもたらします。代表チームでの国際 A マッチ76試合出場、75得点は日本男子1位です。で、昭和53年にはヤンマーディーゼルの選手兼監督となり、昭和59年現役を引退されます。平成3年にはガンバ大阪の前身松下電器の監督に就任。監督を退任された後は参議院議員として、また日本サッカー協会副会長、2002年FIFA ワールドカップ日本組織委員会理事などを務め、日本代表の強化に尽力されます。平成17年第1回日本サッカー殿堂に選ばれ、平成26年旭日中綬章を受章されています。もう伺ってますと、とにかく昭和の時代からずっと日本のサッカーをずっと引っ張ってこられた方なんだなって改めて思いました。サッカーが好きだったんでしょうね。ボールを蹴るということが。でも最初の入り口は子供の頃はサッカーじゃなくて野球だったとか。ああ、そうですね。やっぱりね、何でも勝ちたいという気持ちが非常に強かったもんですからね。野球をしててもサッカーをしてても、だからポジションは4番サードとかね、4番ピッチャーとかね、サッカーやったら点取り屋のポジションに行くとかね、そういうようなことで、一番やっぱり目立ちたがり屋ですかね、そういう意味では。でもやっぱり目立つには、ね、そういうポジションに行って、それなりの成果を上げなくちゃいけませんから、上げられていたわけですね、小さい頃から。高校、高等学校入った時のね、監督さんが、お前は点を入れろと。おサッカーは11人のスポーツで11個のポジションがあるっていうことは、役割が11人あるんだと、その一つ一つのポジションに役割があって、お前のそのフォワードのポジションっていうのは点を入れなきゃいけないポジションなんだ、それを入れるポジションなんだ、余計なことはせんでいいから点だけ入れろっていう、そういうことをね、よく言われましたね。だからそういう意味では、私これ点を入れるっていうのは私一人の力ではできることじゃないですから、そういう意味ではやっぱりいい仲間がたくさんいたっていうこと、やっぱりいい仲間がいて、いいボールを配球してくれたっていうのが、結果だというふうに思うんですけどね。その高校時代にとてもこう衝撃的な出会いがあったとか伺ってます。高等学校1年の時に東京オリンピックを日本でするということが決まった時に、まだ日本のサッカーっていうのは全然、アジアでもなかなか勝てないようなね、状態だったもんで、ドイツからデドマール・クラマーっていう方が日本に来られてサッカーの指導をされたんです。それを僕は高等学校1年の時京都で受けたんですけどね、ごくわずかな1週間ほどの、なんていうか本当サッカーのイロハですよね。なんか中学校とかそこらでやったサッカー、前にボール出して蹴って走ってゴール取って
出てこいっていうようなね、それをちゃんと組織だったそういう戦術だとか、チームの戦術、個人の戦術、そういうものを一つ一つクラマーは丁寧に教えてくれたっていうのが今の私に続いてることだと思うし、例えばボールをバウンドさすなとかね、来たらボールに寄って止めろとかね、そういうようなことはあんまり口うるさく言わないですよね今。我々の頃はまあ環境も環境だったもんですから、そういうことをきちっとやらないとなかなかボールがうまく扱えないだ、それをクラマーは盛んにこう言ったんですよね、やっぱりそのクラマーさんの教えというのが、よしこれでずっとこのサッカーやっていくんだというふうな気持ちに変わっていったわけですか。そうですね、まあ、まだ高等学校の3年間というのはそこまで思い詰めるということはなかったですけどね、やっぱり大学へ進学するときに東京へ行くか関西の大学へ残るか、どっちにしようかなというようなところで、やっぱり皆さんが関東に出てこい、やっぱり関東にのチームは強いのがたくさんいるから、そこで、揉まれたらね、良くなるからということで、じゃあ関東へ行きますわって言って早稲田を入れてもらったっていう次第ですね。なるほど。早稲田での、まあ、サッカーはどんな風に入ってきましたか。そうですね、やっぱりその当時、今だったらグラウンドにボールがゴロゴロ転がってますけども、ええ、我々の頃は50人部員がいても、ボールが13個とか14個しかなかったんですよね。いかにその試合、練習が終わってから自分で自主トレをするかっていうようなことをね、やってましたけどね、そうしないと、人よりもたくさん練習できませんからね。まあ、昭和の時代のそのサッカーと、今ではその練習方法やその環境も全く違うものがあったんでしょうね。そうですね、それは今とも全く違いますよ。それは何といってもそのグラウンドが違いますよね、ピッチが。我々の頃は全部砂土でしょ、今は大概どこのグラウンド行っても人工芝のグラウンドだとか、それから天然芝のグラウンドだとかいうことで、我々の頃はもう本当に国立芝生の生えてるグラウンドっていうのは国立競技場で、6月頃に芝を張り替えて9月から使えるようになって1月か2月ぐらいでもうグラウンドの四隅しか芝生がないというようなね、正月の天皇杯なんて言ったら全く泥田の中でやってるっていう、雨でも降りゃもう泥田ですよ。あ、そうかそうか、そういう中でやってる写真はあります、今の選手の人たちはそういう泥にまみれてっていうのはないですよね、綺麗なその芝生の上でやるわけですから、だからおのずとそのボールの止めるタッチの強さだとか、それからボールの蹴るスピードだとか、そういうものも全部違ってきますからね、まあ、その辺が非常に今と違うとこですね、まずは。先ほど天皇杯の話が出ましたけれども、その大学時代の数々の試合の中でも忘れられない試合の一つだと伺ってます。まあ、天皇杯の決勝っていうのは非常に思い出がありますね。私は7回決勝まで行って3回勝って4回負けました、一番の思い出は学生の4年生の時に、天皇杯の決勝でその J リーグが、J リーグっていうか日本サッカーリーグができた、その時の初代のチャンピオンの東洋工業に決勝で3対2で勝ったっていう、それが学生の最後の優勝ですね。それから50年間近い間学生が決勝で勝てないですね。そういうようなことは昔はあったんですよね、そんだけ今プロのチームがあるだけに、その当時は全部アマチュアですからね、アマチュアの人がそんだけ毎日毎日練習してるわけじゃないし、学生は毎日毎日練習してるわけですから、だから体力的なものは全然違いますよね。だからプロができたっていう環境は非常に日本のサッカーを変えましたですよね、J リーグの誕生がやっぱ大きいですかね。それは
その当時の日本のサッカーの観客動員なんか比べたらね、うん、まあよくて3000か4000人ぐらいです、うん、だから知り合いがどこに座ってるかのグラウンドから見えるんですよね今からとんでもない見えるあれはないですけど ねそのようなあの中で昔はやってましたですけどね、うん、それが今マント入りますからですよね。それだけでも日本のサッカーのあれが変わったって、これが外国へ行くと、その日本の万が向こうは10万という観客の数になるわけですけどね。その高校大学と活躍された後、ヤンマーディーゼルにお入るになるんですよね。はい。これどうしてあのいろいろ引く手あまただったのではと想像するんですけれども、そちらをお選びになったのは、はい、その時はヤンマーディーゼルなんていうのはもう県外のチームですよね。あら、あの東京の御三家って言ったら三菱、うんうん、古川電工、うん、日立製作所って、で私はまあもう今なって喋ってもいいですけど三菱へ行くつもりでおったんですよ。あら、親父が三菱の関係で仕事してましたからね、子供の頃から三菱っていうのはすごいっていうことも言われたもんで、ですからそこへ行こう思ってほぼ内定っていうところまで行ってたんですけども、関西の先輩が突如私の下宿先に来られてお前ちょっとついてこいって言われて新幹線乗せられて、どこ行くんですかって言ったら大阪行くんだって言って、それ以上のこと言わないですそして着いたところがヤンマーディーゼルだった。でここへ行けって、うん、なんで僕がここへこんな弱いチームに来なきゃいけないのかなと思ったら、うん、まあ、非常にあのサッカーに対する熱意だとかね、うん、そのものがあったということもありますけども、うん、もうその場で即答ですよ、分かりました入りますよね、うん、その代わり三菱へ行って人事行って断ってきてくれって言ってね、うんそれは今でも三菱 の先輩方は言いますよ。いやそうですよ ねだって内定してたんですものね、反対にそういうチームに行ったもんだから余計反発心っていうか反骨心が出て、うん、あのこのチームを強くしなきゃいけないっていうような選手が揃ったようなね、うん、あの充実した環境の中でやってるチームには負けられないっていうような、うん、そういう思いでやってましたけどね、ますます自分が点を取らなければという思いが強くなったということですね。そうなんです。だからね、私はよく言うんですよ、あの日本の代表チームでもねよく言うんですけども、あの試合に勝つためにどうしたらいいかって言ったら、子供でも知ってますよ、点取らなきゃダメだって点取るためにどうすりゃいいんだっていう、うん、シュート打てっていう、うん、シュート打たなきゃって、なんで君分かってんだったら今から代表チームの合宿行って食事の前にあんた大きな声で一石ぶってきたらどうやって言ったらね、子供たち笑ってますよ、うん、いやでもそうやってお話を伺うとね、自分の人生決めるわけですから、うん、その先輩がねお前こっちだといや分かりましたと答える、この先輩後輩の関係っていうのもなんか昭和の人間関係を感じますね。いやほんまにそうですね、うん、もう先輩のおっしゃることはあんまり逆らえないっていうか、はい、さてそんな中であのドイツにサッカー留学もされるんですよね。はいはい、昭和41年ですか、2年ですか、ザルブルッケンっていうところへ行ったんですけどね、はい、鎌本がこれ以上良くするためには環境を変えなきゃダメだっていうことをクラマーが言って、それでザルブルッケン行けっていうことでザルブルッケンで行ったんですけども、そこにはあの有名なコーチがおられましてね、スポーツ学校の校長先生でデュープ・デアバルっていうあの校長ですけどね、この人はすごいあの現役時代点取り屋だったんですよ、選手としての。でその人にあのいろんなことをコンディションの作り方だとかそういうものを教わりましたけども、やっぱり行った時は寒かったもんですからねあんまり外でやいやいするわけにいかんもんで、あの部屋の中でそこのスポーツ修練の中にあるヨーロッパのサッカーの試合をね
ずっと見てましたね。ドイツの代表チームの試合だとか、ヨーロッパ選手権の試合だとか、それが非常に参考になったんですね。その中でね、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけど、ペレっていう選手がいたんですよ、はいはい、この人のプレー見てね、私はこの人のようにはなれないと思った。ちょっとレベルが違うと、自分で真似してもね、この人にはなれないと、だけどポルトガルにね、オイセビオっていう選手がいましてね、その人の、そのプレーっていうのはやっぱりすごかったですよね、本当にテインドリアで、なんていうかな、この人のようなプレーだったら、私もマネーできると、まずマネーですよね、どういう格好でボールを持って、どういう格好でシュートを打ってるかっていう、そのマネーを して、一つは覚えていった、どこのポジションにこういう時は立ってるのかというようなことをね、それでどういうようにしてボールを受けるのかとか。そういうようなことをまずマネから入って、そして自分のものにしていくということ、これがいいんじゃないかと思うんですけどね。そうすると川本さんのトラップのうまさとかね、はい、ボールタッチの速さとか、そういう、あ、川本だというプレーはこういったところから生まれてきたんですか。そうですね。例えばここから打ったら 90% の確率でゴールは取れるというのは、一つの角度をね、どうやったらここに右45度からシュートを打ったら左のゴールポストの下にボールが蹴れるかとかね、そういうようなことの練習ばっかりだから、みんな分かってるんですよ、こう強くしなきゃいけないということ。組織を強くするのにはこう強くしたらいいんですから、でこう強くするためには個人が練習しなきゃどうしようもないですね。個人が自分でどういうことを伸ばしていったらいいのか、私も大きな欠点がありますからね、体がでかいという、大きいということから、まあ俊敏じゃない部分っていうのはあるわけですよ。ちょっとのろっとしてるとこが、それは回転ですよね、はい、だからクラマーが言ったのは、ボール持ってから前向くのに南米の選手は1でも前向いとるヨーロッパの選手は1、2だって、お前は1、2、3だってそれを1、2にまでもしていかなきゃ、そうなると筋力を強くして回転を速くするようにできるようになるとかね、そういうことをやっぱり知りましたね、そこで。お話を伺ってますとね、そのクラマーさんという方がどれだけその鎌本さんに目をかけて鎌本さんを育てようとされていたかっていう、その結びつきの強さをとても感じます。そうなんですよ、クラマーがね、東京オリンピックに来てて、帰るときに私を捕まえて、お前は熊だった。要するに薄布だっていうわけです。もっと早くな、いや熊も早いだろうと思うんだけど。早いですよ。やっぱり遅いと。だから私言ったんです。今度来られるまでには、氷になってるだろうって。氷に、それだけ自分でやります言ってね、早く、だからそんなもんだと思うんですけど ね。さあ、それではここで一曲音楽に参りましょう、鎌本さんからリクエストをいただいているのが三橋道也さんの古城という曲なんですが、これは鎌本さんどんな思いであるんですか。その当時ね、一番上の兄貴がね、非常にラジオで歌を聴くのが好きでね、毎週ヒットパレード、1位が三橋道也、2位が春日八郎、次の週は1位が春日八郎、2位が三橋道也っていうような時代ですよ。その時に要するに古城をね、三橋道也さんが歌ってたっていうのが非常に印象深く残ってる。だから私もついつい、まあ非常に歴史が好きなもんですから、地方へ行くと城があったら必ず見に行くっていう、そうですか、だからそれだけその歌が印象に残ってますね、そうですか。今またね、お城ブームですからね、お城ファンも多いことですから。ではお聞きいただきましょう、三橋道也さん、古城。今日のテーマは、日本が生んだスーパーストライカー鎌本国重が見たサッカーの昭和史。ゲストに元サッカー日本代表
鎌本邦成さんをお迎えしています。で、先ほど鎌本さんの若い時代の話として、うん、昭和のサッカーについて伺いましたけれども、ここからは2度のオリンピックのお話を伺いたいと思います。はい、初めてオリンピックに出場されたのが昭和39年の東京オリンピックであったわけですけれども、鎌本さん、このオリンピック出場が決まった時の気持ちって覚えてらっしゃいますか？そうですね、まずはそれはやったというのね、うん、それだけですね。私は終わってから感じたことは、私の夢が叶ったっていう、うん、それだけですね。だから東京オリンピックの印象ありますかって言われたら、私は印象ないっていう。ただ東京の国立競技場を歩いたっていうだけで、入場行進しただけです。どうしてですかって言ったら、私は印象に残るような試合はしてないって言って、というのは、うん、点を取ってないから。ああ、そういうことなんですね。早稲田の合宿所に帰ってきて、よかったですねって言われても、何もよかったことなんだ、あれは点はって言って。いや、でも改めてその時は28年ぶりのベスト8って、今改めて考えるとすごいことでしたね。そうですね、うん、7位8位決定戦でね、あそこと当たったんですよ、ユーゴと。その当時、うん、でユーゴと当たってね、その中にね、日本の後で監督になったオシムさんがおったんですよ。それでオシムさんにと試合をして、4対1かなんかで負けたんですよね、うん、で日本は8位になって、それでその日本に彼が来た時に、僕はあなたのことを東京オリンピックの時に知ってましたって言ったらね、そうだ、俺はあの試合で2点入れたって。あれなん覚えてるんちゃんとね。で私は1点入れたって、その1点だけですよね、7位8位決定戦の、うん、私は、うん、でもあの試合で自分は1点入れた2点入れた、あの試合のあの場面でっていうのは全部残ってるものなんですね。そうですね、大体ね、うん、覚えてますよ、選手の人たちは。あ、どこでどういう点取ったとか、どっからどういうシュートを打ったとか、うん、覚えてるもんですね。さて、そこから4年後の昭和43年、今度はメキシコオリンピックが開催されました、はい、これはもう鎌本さんのサッカー人生にとっても大きな大きな大会なのではないでしょうか。そうですね、うん、だから1点目ナイジェリアとやった試合、2点目フランスとやった試合、3点目のメキシコとやった試合の得点7ゴール大概を全部覚えてます。さっきおっしゃってましたよね、うん、ご自身のプレーはね覚えてると。ちょっとその辺のところまたね後ほど伺うとして、出場するまでのね予選からまあ大変だったということなんで、うん、アジアゾーンの日本対韓国の試合を伝える、はい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 、力が入りますね。そのちょっと音声聞いていただきましょう、こちらです。あ、というわけで鎌本さん、まさにギリギリのところで本大会に進んだという。そうなんですよね、うん、韓国との試合はね、前半2対0だったんですよ、ええ、だから試合で2対0っていうのは危ないっていうことはね、うん、よく言われてましたよ、うん、やっぱり2点取った方の側はそれを守りきろうとしますよね、うん、そうすると負けてる方の側は1点入れたらもう1点だって言って余計勢いが来るということで、すぐ同点にされるっていうケースは往々にしてあるんですよね、うん、私は非常にそういうゲーム何回もしたことありますよ。いや、今でもだけどね、ありますよね。私が3点目入れた時はね、うん、これで明日の見出しは鎌本だなと思って。そこですか。そしたらわずか10分ぐらいの間に同点にされて、あとはもうずっと押されっぱなし。あ、はい、負けてたかもわかんない、うん、鎌本さん、はい、メキシコ大会はグループ B の日本がナイジェリアに勝ってブラジル、スペインと引き分けると、はいはい、いうことなんですが、試合はどうだったですか？ね、うん、日本の代表チームっていうのは毎年のようにヨーロッパへ遠征してましたよね、ええ、だからヨーロッパのチームと試合するのは非常にいいんですよ。なるほど。ところが南米のチームとはあんまりやってないもんだから、
南米のチームには非常に弱い部分が当然出てくるわけですね。やり方だとかそういうものが一対一の対応だとかっていうことに対して、だから決勝トーナメント行って一番最初はフランスでしょ、うん、だから楽じゃないですけども、非常にいい勝ち方したんじゃないかというふうに思いますけども、しかしこれハンガリーはどうしようもなかったですね。これはちょっと一ランク違うなと思いましたね。やっててもボール来ないんですもんね。で敵も考えたもんでね、やっぱりああいうのはよく見てますね。釜本に出てパスが出てくるのは杉山からだって。杉山を抑えたらいい、だから杉山さんの方がマークが行くんですよね、パスを出させないように、だから完敗っていうか、完敗って言えばいいのかな、0-5 ですね。 5-0 ですから、勝ち目ないですわ。いやでもそういう強豪チームに徹底マークされる選手ってやっぱ世界レベルなのかなって感じますね。当時からね、もう釜本杉山ラインは要注意だと相手チームからも見られてたわけですね。そうです、あのそれはもう日本のチームのホットラインですね、あの人がボール持って突破陣にかかると、こうなった時にはどこへ出てくる、こうなった時にはどこへ出てくるっていうのは、それはもう何回も何回も繰り返し繰り返し練習しましたよね。あ、そうですか、その時にこうなった時にここへ私がいなかったら、杉山さん怒るしね、なんでここにおらないんだって。これそうなった時に私がいてもそこへボール来なかったら、なんでここにいなかったお互いかなり言い合いをしながらね、こうなった時にはここですよ、こうなった時にはここですよっていうようなボールの出し方っていうかね、受け方。だからいいボールが来たら私は止めて蹴り合いだけですよ。だから3位決定戦の1点目 の、あのゴールなんていうのは私は非常に印象深く残ってるけども、いろいろと考えてみたら、あのそれは点と点を結んだ、きちっと結んだようなボールのラインが来ましたよね、前の選手の頭を越して私の胸元に来る、私はそれを止めて蹴る、そこだけです。いやだけっておっしゃいますけれども、確かあのこれ2点とも杉山さんからのクロス受けて鴨本さんのシュートと、いうことですよね。だからそういう意味でやっぱりいい相棒でしたよね。だよね、こっちがそんなこと言うと失礼かもわかりませんけど、あの私よりも年齢的には3つ上かな、ですね。まあ、しかしあのこの大会でね、鴨本さん7得点、2アシストでしたよね。全ての得点に絡む活躍を見せるわけですけれども、これだけの活躍をするその鴨本さんの原動力って何なんでしょうね。それやっぱりね、勝ち、自分自身で勝ちたいと思う気持ちと、日本のサッカーをやっぱり世に知らしめるっていうか、世界に知らしめるということが大事だというようなね、だから試合が終わってからそのクラマーが見に来てて、我々の試合 の、ま、あのみんなミーティングでお前たちは歴史を作ったっていうことを言いましたよね。それはなぜかって言ったら、日本が銅メダル取るのは3位になる、世界で3位になるって誰が考えたかって言って、誰も考えせんというようなことをクラマーは言ったですよね。それだけやっぱり僕らがやってるもんにとってみたら、いや大したことねえじゃないかと思うけれども、やっぱりああいう人たちが見ると、やっぱりすごいことやったんだなっていうふうに思いますよね。いや、そんな歴史、それはクラマーさんもね、東京のオリンピックの前から教え出して、まあ、そのメキシコのオリンピックの時は FIFA の、 あの技術関係のことで来てられたけど、準決勝決勝ずっと日本のベンチの上で見てられましたよ。ベンチのあるスタンドで見てられた。上から指令を出しとったようですよ。そんな中で銅メダルを獲得して日本に帰られて、やっぱりそのオリンピック前とでは環境が激変したんじゃないですか。それは帰ってね、日本のサッカーリーグでね、初戦が
ヤンマー対三菱だったんです。その昔の国立競技場ですよね、そこ4万人入った人が。それはやっぱりそういう効果っていうのは非常に大きかったですね。観客動員の大人の人たちの観客動員が非常に多くなってきたっていうことが言えたですよね。でこの後もお話を続けてまいりますけれども、ここで一曲音楽にまいります、はい。メキシコオリンピックが開かれた昭和43年10月、日本ではこの曲が大ヒットしていました。ピンキーとキラーズで恋の季節。今日はゲストに鎌本国重さんをお迎えして、日本が生んだスーパーストライカー鎌本国重が見たサッカーの昭和史と題してお送りしています。はい。昭和の日本サッカーを経てですね、平成令和と日本のサッカー界を見てきた鎌本さんですけれども、鎌本さん、はい、いよいよ今月20日からワールドカップカタール大会始まりますね。そうですね。今どんなお気持ちで迎えてますか？いやもう、ベスト8に行ってほしいというような思いが非常に強いですけどね、いやこれはベスト8行くのには非常に道のりは厳しいですよね、やっぱりドイツでしょ、初っ端は。はい、そうですね。これは強いですからね、それから最後の試合のスペインも、これもなかなかのチームだと思うし、コスタリカも南米の4位ですから、これも侮れないというように思うんですよ。だからどこでまず1勝を挙げられるかっていうとこじゃないかと思うんですけども、だけど一時よりもドイツもそんなにべらぼうにというようなことでもないんと違うかなと思いますけどね。鎌本さん、はい、ドイツにまずその1勝するためには何が必要ですかね？いやこれね、3試合ともにね、結局はさ、何度も言いますけども、いかにして点が取れるかですよ。はい、だからその日本の場合は足の速い前線の選手がいますけども、高さがないんですよね。なるほど。だから、高さでは勝てないという部分があるから、どうしても後ろの選手が出ていかなきゃいけないっていうようなことになるだけに、あんまり後ろの選手がコーナーキックだとかセットプレーだとかっていう時に出ていかない方が、前回のベルギーの時みたいにゴールキーパーがキャッチしてから10秒で入れられるっていうことが、ディフェンダーが足らなくなって入れられるっていうことがあったもんですから、そういうあのリスクはあんまり起こさない方がいいと思いますけどね。そういう中で鎌本さんが今注目している日本代表選手というと、どんな人の名前がありますかね？やっぱりあのフォワードの選手の中でね、スーパーサブの三笘とかね、それから伊藤君だとか、まあ、彼なんかはフルタイムやると思いますけどね、2列目の鎌田とか、その辺のところがあの攻撃の軸になる選手だと思うんで、その辺のところでちょっと頑張ってもらわないとっていう、まあ、ディフェンスの方は非常に安定はしてると思いますけどね。まあ、今日はその名ストライカーとしての、ね、名前の高い鎌本さんにお話を伺ってるんですけど、この鎌本さんどうでしょう、鎌本さんが思う名ストライカーというかストライカーの条件。これは難しいですね、今の時代。我々の時代は俺がで取ったかも分かりませんけど、今の時代あの出る杭は打たれるじゃないけども、そういう案外そういうところの風潮がありますから、みんな仲良く元気よくやりましょうっていうね、みんな他はどうでもいいけど俺は行くんだっていうことをやると、みんなから反発食らいました。だから、それは非常に難しいと思うんですけども、しかしそれを乗り越えていかないとね、どっかでいつまでたっても相手をかわしてシュートを打つっていうことができないじゃないですか、パス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 のサッカーで点は取れないですよね。鎌本さんね、鎌本さんは
まあ、ストライカーの王道を歩いてきましたけれども、そういうふうに、まあ、私たちもお話ししていましたし、認識してるんですけれども、実はねアシストとしてもね、アシスト王もね、鴨本さん3度獲得してるんですよね。そうなんですね。はいはいはい、はい、俺がだけじゃないですよね。うん、だからね、うん、この俺が点を取りに行くんだけども、うん、ダメな時に最初からアシストしましょうじゃ決してないですよ。この前ボール上がってきてヘディングで自分でヘディングしようとできなかったらヘディングで仲間に落とす、うん、そうすると仲間がそこへ走り込んできてシュートを打つっていうようなケースが出てきますから、どうしてもあのアシストは自然と多くなりますよね。うん、それを狙ってるわけじゃないんですよ、うん、そこですね、うん、そういうことなんですね。まあ、でも昭和から令和までもう3つの時代のサッカーをご覧になってきた釜本さんが、あの、まあ、昭和の時代から変わらない大事なものですとか、でもこうしたらもっともっと日本のサッカー界良くなるんじゃないかっていう、なんかこう進むべき道みたいなことはありますか？やっぱりその上手くなる強くなるためには何をしなきゃいけないっていうのはみんな分かってるんです。それをやるかやらないかが問題なんですよね。例えばフィジカルが弱い、うん、じゃあフィジカルやらなきゃしょうがないじゃないですか、うん、ボールを扱う技術も上手くならなきゃいけないし、というようなものをやっぱり身につけていくっていうことが大事だと思いますよ、うん、それはもうあのいくつになっても同じことだと思いますけどね、うん、まあ、しかしあのこのワールドカップで日本がねスペインドイツをこう撃破していったら世界に本当に大きな衝撃を与えることになりますよね。そうですよね、うん、いや本当そうですよ、うん、それは歴史ですよ。そんな歴史ですよね。代表がドイツに勝つなんていうことになると、うん、頑張って応援しよう。誰かが出てこないきゃダメですよ。ねえ、でもスーパーが、うんうん、楽しみですよね。本当に新しいスターが誕生することをね願っています。その瞬間にね立ち会いたいですね、うんうん、はい、さあそれでは最後にもう一曲お届けしましょう。釜本さん、はい、美空ひばりさんの柔らにリクエストをいただいておりますが、はいはい。あ、声が一段と高くなりましたけど、しょっぱながいいでしょ、うん、勝つと思うな、うん、思いを分ける、うん、あまりこれそれにこだわる、だけど本当はこだわらなあかんんですけどね。はい、では聞いていただきましょう。はい、美空ひばりさん柔ら。美空ひばりさん柔らでした。ではここで釜本さんに番組からプレゼントがございます。お口の健康から全身の健康を考えるサンスターより、歯周病菌が増殖する原因となる黒膜を取り除いて歯周病を予防する新製品ガムプラスのオーラルケアセットを差し上げます。健やかな体でこれからも元気に充実した毎日をお過ごしいただくためにぜひお試しください。鴨本さんこちらです。やったやっぱりシュートを打つときってギュッて歯に力を入れたりなんていうことがあるでしょうか？そうです、そうです。やっぱり奥歯が噛み締めますよね。あ、何でもそれ隣の選手とぶつかり合えるときでもガッと噛まなきゃいけないしね。ですよね、はい、大事ですよねやっぱり、うんうん、どうぞお試しください。はい、釜本さん今日はたくさんのお話をありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうも。続いてはサンスターちょっと気になる健康の話。お医者さんに行くほどではないけれどちょっと聞きたい健康のお悩み、そんな悩みを皆さんからお寄せいただき専門家に答えを伺うコーナーです。11月の担当は東京医科歯科大学大学院助教でサンスター金田博夫研究助成基金2009年度の受給者水谷浩二先生、歯周病学がご専門です。水谷先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今月は歯とお口のお悩みを取り上げています。では宮崎さん今日のお便りご紹介ください。はい、静岡県にお住まいの野田さん、ありがとうございます。私は食後歯と歯の間に食べ物がよく詰まり、爪楊枝で取りますが歯茎にどんな影響がありますか、うん、とのことです。まあ、あのお弁当の、ね、割り箸の袋の中に入ってたり、ね、食堂にあったりと、はい、まあ、とても身近なものとして使っている方多いと思うんですが、
まあ、習慣になってしまっているというそんな方もね、いるようなんですが、先生いかがでしょうか。はい、爪楊枝ということですが、確かに歯と歯の間に詰まった食べ物を取ることは取れるんですが、隙間にいわゆる棒が入るだけですので、食べかすが残ってしまったりします。それと歯の面に残るプラーク、歯垢ですけども、歯垢までは爪楊枝では取れません。実はこのプラークはとても厄介で、放置しておくと虫歯や歯周病の原因になります。この方は歯茎、つまり歯肉への影響を心配されているようですが、普段から歯と歯の間をきれいにしておかないと歯肉は炎症を起こして腫れてしまいます。炎症が収まって腫れが引くと、腫れる前よりも歯肉は下がってしまいます。そしてこの腫れと引きを繰り返すうちに、歯肉がどんどん下がり、歯と歯の間の隙間が大きくなっていってしまうという結果を引き起こします。ですので爪楊枝を使っていただくのもいいんですが、その後で歯間ブラシやデンタルフロスで丁寧にこするようにして、食べかすだけでなくプラークもしっかり取ってほしいと思います。爪楊枝だけに頼らずにということですね。はい、その通りです。あと爪楊枝ですと先が尖っているので、歯肉を刺してしまう危険性もあります。その点、歯間ブラシ、フロスでは正しく使えば、歯肉を傷つけることはほとんどありませんので、ぜひ使っていただきたいです。この水谷先生、もう一口に歯間ブラシといってもですね、随分最近はあの種類も出ているようなんですけれども、どんなものを選べばいいんでしょうか。そうですね、最近ではたくさんの種類が市販されていますが、初めて使う方におすすめなのが、まずはゴムのタイプです、使う方向が誤っても、歯肉を傷つける心配がありません。そして慣れてきたら、ワイヤーに毛がついた歯間ブラシを使うといいと思います。ブラシがあることでプラークをしっかりと取り除けます。ストレート型、L 字型とありますが、ストレートのものは前歯、L 字のものは奥歯に適しています。サイズは歯の隙間に応じて豊富にありますが、大きすぎる歯間ブラシを使うとかえって歯肉を傷つけてしまいますし、小さすぎると効果があまりありません。またお口全体の歯と歯の間が均等ではないので、部位に合う正しいサイズのものを選ぶことが大切です。いや、伺ってますとこれ、なかなか選び方難しそうですね。選び方も使い方も、あの歯医者さんでアドバイスしてくれますので、気軽に相談してみるといいと思います。虫歯も歯周病もほとんどが歯と歯の間でのトラブルから起きてしまいます、歯磨き同様、ぜひ歯間ブラシを使うことを習慣づけていただきたいと思います。水谷先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。静岡県の野田さん、いかがでしたか。歯肉に優しいフロスや歯間ブラシ使ってみてくださいね。専門家にちょっと健康の悩みを聞いてほしいという方は、どんなに小さなことでも構いません。番組までお寄せください。採用させていただいた方には記念品を差し上げます。今日のお話は番組のホームページでもご紹介しています。詳しく知りたい方は歯間クリーナー選びクラブサンスターで検索してください。サンスター、ちょっと気になる健康の話でした。さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。今日は鎌本邦成さんをお迎えいたしました。いや、まさにレジェンドのお話でしたね。ですよね、あの得点の場面をもう全部覚えてらっしゃるわけですよね、まあそりゃそうですよね、私はもう野球少年だったんですけれども、はい、やっぱりメキシコオリンピックの頃からかな、こうね、じわ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 ってね、サッカー人気が盛り上がってきたことは肌で感じましたね。特にあの鎌本さんと杉山さんのライン、これはあのサッカーあんまり興味なかった少年でもね、あの二人の名前覚えてるんですよ。そうなんですね、そんなねご本人鎌本さんから、当時のお話を伺えて、とても楽しい時間を過ごさせてもらいましたね。ね、日本のサッカー界をこう作り上げてきた、引っ張ってこられた方ですもの ね、いやでもワールドカップがますますね楽しみになってきました、ね、はい、はい、さて来週は歌手の伊藤ゆかりさんをお迎えしてお送りいたします。小指の思い出がどうしても、ね、頭から離れないんですよ ね、どの指かんだんだこの指かみたいなね何言ってんですか、はい、はい、どうぞお楽しみに。さあ、この番組ではホームページ、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックでいろいろな情報を発信しています。宮崎さんのインスタグラムもぜひご覧ください。また YouTube でも番組をお聞きいただくことができます。
ラジオで語る昭和の話で検索してみてください。そしてサンスターはウェブマガジンニューノーマルニューケアで新しい生活様式に必要な人と地球の未来の健康に役立つさまざまな情報を定期的に発信中です。サンスターニューノーマルで検索してぜひお役立てください。ラジオで語る昭和の話、お相手は宮崎美子と石澤則夫でした。サンスター文化の泉、ラジオで語る昭和の話。この番組はサンスターの提供でお送りしました。